今ちょうどお話出ましたけどもその98年版の GTO のメンバーとも久々の共演ということでしたけどもかつてのメンバーへの思いみたいなのってはいかかがでしたかいやもう本当に何だろうね26年ぶりだったので本当に26年ぶりなんですよ、はい、だからなんか本当に不思議な感じはしたんですけども、はい どうあのその、はい、過去メンバーでは何か飲んだりとかなんかごはん食べに行ったりとかしてか、はい、あの僕ら生徒は、うん、あのあと以降もずっとまあ仲良く。 はいここまで来てたんですけども僕その GTO の後にも反町さんと一緒にドラマをやられたじゃないですかダブルスコアという刑事のドラマあの時も僕むっていう役だったんですけど反町さんがずっと勝って間違えるっていう GTO の時の役目まで言っちゃうっていうだからやっぱり26年ぶりなのかなって思いましたね僕もやいやだから本当にもうなんかでも本当にあのねえ まあ過去のキャストの方で藤木さんもそうですけどもね小栗さんもそうですけども、はい、あの璃花君もそうですみんなそうですけども、はい、本当に皆さんにこうやって出てくださって、まあ、今回こうやってねそのリバイバルをやるっていうことであのどういった形でねやっぱり、まあ、出演していただくのかっていうのがありながらも、まあ、やっぱりみんながいい形としてねあの出てほしいなっていうのはありましたしまたあのやっぱりそのファンの方 えー、この GTO を26年前に愛してくださった本当に見てくださった人っていうのが本当たくさんいるのでその期待に応えたいなっていうのがありましてだから本当に皆さん出てくださって本当に感謝をしています、えー、ありがとうございます。

ハッピーバースデー、トゥユー。ハッピーバースデー、デューユー、ターン。すみません、ハッピーバースデー、トゥユー。あ、すみません、なんかごめんなさい。こんな時に。ロうそクないですけど。あ、す、やっぱ、めちゃめちゃいいケーキですね、これ。いすみません、来週誕生日を迎えるんですけども、すね、はい、すみません、なんかもう祝ってもらえるような年でもないので。<laughs> はい、恐縮です。何歳ですこんな場で、あ、四十三人になりました。十七、はい、歳から四十三歳になりました。はい、はい、おめでとうございますあ。ありがとうございます。いや、すごいです。あ、すみません、皆様、ごめんなさい。ありがとうございます。はい、あ、すみません。そんなキラキラした目でスタッフの方を見られると思わなかったんで、えー、すみません。あ、じゃ写真の方に、はい。あ、すみません。本当に、なんかこういうの初めてで、僕逆に、はい、する側は多いんですけど。